メインです。さて改めましてですけれども、私メインは今年デビュー15周年を迎えました。ということで、記念グッズというのを発表させていただいております。先日からですね、受注の募集もさせていただいているんですけれども、ちょっとギリギリになってしまったんですが、実物を今日は動画で紹介させていただきたいと思います。まず T シャツ、ドンドンドン、これはね S で、なんか女の子は、まあ、S かなと、私165センチぐらいなんですけど S がちょうど良さそうと思いました。サイズ展開は4つですかね、 SML、XL とあります。今回は私ずっと白ボディがすごく好きというか、白 T シャツがすごい好きなんですけど、なんかすごく汗だくになるライブの時だとなんか微妙なんじゃないかっていう説もありまして、まあ、今後作る可能性もありますけど、でも今回はまあ記念 T シャツだからこそなんかちょっと作ってみようかなと思って、また白 T シャツを作ってみました。で、後ろは今回のロゴがあるんですけれども、前は We are under the same sky like Phoenix Nation の私が書いたんですけど、私が作った曲のなんていうんですか、歌詞というか、それをちょっと一緒にしてみました。だから部員はやっぱり We are とか Phoenix Nation とか好きでしょ、大切でしょ、私もこの曲はとても大切な曲なので、15周年記念ということでこの一フレーズを入れさせていただきました。そしてクッション久々に作ったんですけれども、このぐらいのサイズ感です。で、リバーシブル、裏表になってます。はい、カラフルで可愛いですね。そしてなんか表の逆から言ってますけれども、スピーカースタンド、これはこういう感じで結構なんていうんですか、重厚感がある見た目なんですけれども、木の感じで置いてあって、で、お手持ちの、スマホとかをこう置いていただいて鳴らすとスピーカーになるという感じです。はい、これも結構なんかシンプルでどこにでも置きやすいんじゃないですかね。オフィスで音楽ダーンと聞くか分からないですけど、まあ、いろんなところに置けると思います。そして今回ちょっと15周年記念ということで、なんかアニバーサリーっぽくワイングラスも作ってみました。こう届く時にはこういうちょっとおしゃれな大人っぽい箱に入っておりまして、で、中もちょっと可愛い感じになっています。そして、まあ、今回のねメイン15周年アニバーサリーと文字と、あとメインロゴが入ってます。これで乾杯しましょう。でもなんかさ、使うのもいいけどさ、こうなんていうの、飾っとくのも可愛いよね。グラスとかお皿とか、私も結構コレクターなので飾ってるものも多いんですけど、これも飾れる感じにしてみました。そしてデニムトートバッグ、こちらがですね、ちょっと印刷がまだ間に合ってないので大きさ感っていう感じなんですけれども、こう結構デカめのトートバッグになってます。まあ、こうライブの時にたくさんグッズ買っていただいたやつも入るし、まあ、着替えとかも入るし、あとなんていうの、ジムとかスポーツやってる方はそういったグッズもいっぱい入るんじゃないかなと思います。ここショート、あ、かわいい、結構がっつり入りますね。マッチもついてるんで結構使えるんじゃないかなと思います。そして最後レザーウォレット、このぐらいのサイズ感になってます。色はなんかなんて言うんだろう、赤茶色みたいな色で、エンジみたいな茶色で、ちょっと大人っぽく、大人の男の人も使えるし、女の人も大人っぽく持っていただけるんじゃないかなと思います。中もちょっとしたなんていうの、分けれるようになってるんで、カードとかお札とか小銭とかも分けれるんじゃないかなと思います。これは結構いい革を使っているそうです。ということで今回現物をね紹介させていただきました。こちらは21日までの受
付となっておりますので、あとちょっとしかないんですけれども、改めましてまだ迷ってたよっていう方はこの動画を見て、お買い求めいただけたら嬉しいなと思います。ということで、メインでした。バイバーイ。